今回は制作編集、まあ、ウェブと印刷を合わせて、まあ、制作って言っときますけども、それと、まあ、私のキャリアで学んだ品質管理の掛け合わせた話ということで、どちらかというと品質管理のハウツーよりはちょっと先ほど言いましたように考え方の方に軸になります。ではちょっと皆さん頭を働かせていただこうと思いまして、演習問題を用意しました。前の人がまあ 70% かまあ倍率を設定しておいてコピーして、そのまま席に戻りて、次の人がコピーしようと思ったらパッと置いてパッとスタートボタンを押すと、その 70% の縮小が効いちゃって、あ、しまった時またもう一回コピーをし直すというコピーミスが時々起こっていますと。QC 活動で、問題が取り上げました。さて皆さんどうしたらいいかという対策を考えていくんです。まあこれ後で答え合わせみたいなことしますので、まず自分のメモとして控えておいてください。さあここから本題ですね。テキストの、誤植問題を分析するということで、分析をちょっとしていきたいと思います。今回の対策を打つ前のステッププロセスですけれども。まあ、原稿作成して DTP で文字組みして構成をしましたと。まあ、結果公開したら多量の誤植があってがっくりというところなんですけども、5M 段階改善法という、まあ、これは不具合原因を考えるフレームワーク。左から、まあ、いわゆる、これメーカーでの例なんで、とりあえずまずメーカーで考えると、まあ、材料、マテリアルが入ってきました。それをメソッド、加工しましたと。で、メジャーメント、まあ、測定して、これがちゃんと予定通りのサイズになってるか、加工されたかどうかを見ます。で、出荷して製品になりますと。まあ、ここで、マテリアルメソッド、メジャーメントの M3 つが出てきました。で、それはまあ、メーカーなので、まあ、機械、マシーンを使うんですね。で、それと、マン、作業者。まあ、こういう形で、まあ、メーカーでは、このプロセスを 5M で分けて考えている。これを編集の制作の番組で言うと、まあ、マテリアルが原稿ですね。で、そこからインプットをされて、まあ、編集、加工をします。で、チェックして、で出荷します。で、まあ、マシンっていうのは使わないです。まあ、ツールですね。まあ、パソコンとかもありますけど、まあ、いろいろなソフトウェアとか、まあ、そういうツールが機械。で、下のマンはまあそのまま作業者そのままですね。まあこのような形で、当てはめて考えていくと。つまり原因を考えるときにこの5つの5M に分けて考えていこうということがフレームワークになります。で、この 5M を分けて考える理由がですね、対策の実効性効果とか継続性っていうのが違うという。これ実行の容易さで並べたんですけども、チェック、なんか問題が起こったら、じゃあチェック強化しましょうと。いうの実は簡単なんですね。で、あと作業者に教育訓練しますから、する対策しましょうっていうのも、これも実はそんなに難しくないんです。一方で真逆なのが、マテリアル、まあ、例えば著作の原稿がもう誤植ない状態でもらえたら大丈夫やんって、それはそうなんですけど、それはまず困難なんですね、対策としては。5M で原因を分けて考えたときに、このような実行の容易性っていうのが違うと。でも、逆に効果はですね、大体反対なんですね。チェックって、まあ、実行は容易なんですけど、大抵そんなに、効果高くないです。で、同様に継続性も下の方が強く、上の方が弱いと。上2つ、メジャーメントとマンっていうのは、まあ、対策で、結果的に対策がここで終わることが多いんです。一方で、先ほどのその実行が困難な方ですね。こちらの方で、まあ、こうあったらいいなっていうレベルの対策です。著作の原稿が、自体がもう誤植なければいいな。まあ、ツール新しいのが欲しいなっていう、いわば願望でしかない。対策が困難なことが多い。いう形で考えていくと、焦点は真ん中なんですね。要はこの作業方法、メソッドで改善できる対策打てるかがポイントになります。この順番で言うと、上から下にだんだん段階を踏んで対策を打つんですけども、上の2つで終わっちゃうことが多いので、さらに段階を
メソッドのまでちゃんと進めていきましょうっていうのが 5M 段階改善法という考え方です。で、もう一つ、今度、先ほどのメソッドに効果を、対策を打つときに、効果的に打つには、これ、まあ、品質管理の基礎の基礎になるんですけど、排臨比の法則ですね。まず重大事故が起こりましたと。で、実はそれを調べていくと、それに類似する軽微な事故が29件ありました。事故とは言えないけども、小さなトラブルが、まあ、300件ありました。言われるんですけど、このような、こういうピラミッド構造であるということが、ハインリッヒの方法則です。文字通り、その重大事故っていうのは氷山の一角で、氷山で見えてない下のところをそのままにしておいて、重大事故をなくそうっていうのは、これはもう、モグラ叩きになる。で、今回の分野で言うと、まあ、致命的な事故職が、まあ、重大事故だとすると、まあ、直すかどっちでもいいかなぐらいの軽い誤職、まあ、ひらがながちょっと間違ってるとか、まあ、そんなのも軽い誤職の一つですけど、まあ、そこだけじゃなくて、例えば表記揺れ、まあ、デスマス調が不統一であるとか、まあ、別にそれで間違いとは言えないなっていうようなレベルのものっていう、まあ、小さいトラブルになりますけども、下の発生してるのをそのままにして、じゃあ致命的な誤植をなくしましょうって言っても、それはいつまでだとモグラ叩きになる。誤植を減らそうっていうのが最終的なゴール、目標であっても、そこだけを対策、つまり重大事故だけに一生懸命、例えばよくあるのがチェックを強化して、チェックを強化してってやって、重大事故を防ごうと思っても、それはモグラ叩きになってしまう。そうじゃなく、メソッド、に対策を打って、このいわば底辺を小さくする。三角形の底辺を小さくなれば、上が自然と水面上に出てくる確率を減らせるということが、まあ、ハインリッヒの法則から導かれる対策の考え方。で、それで今のメソッドに関する改善に対してリライトを導入しました、今回。ステップとしては、原稿が入ってきて、リライトをしてからチェックかけて、まあ、あと DTP で組んで、まあ、念のためにチェックして公開するという、ここのチェックの前にリライト、つまり、文字通り、先ほどのメソッドのところにリライトっていう方法を入れたんですけども、ちょっと実際にどんなものかを見ていただこうと思うんですが、これ実際のリアルな原稿なんですけど、こういうのが著者から来ましたと。で、例えばこれリライトをしてみましたと。多分、上を読んだ時よりは、2回、3回読まなくても、まあ、意味取れるかなと思います。大体文字量がほとんど同じで、まあ、要は1回読んでわかるようにする。で、かつ、例えば一番最初の様々なっていう漢字をひらがなに、様々なに開いたりして、これ、まあ、いわゆる表記統一ですね。をしたりとか、あと、まあ、一番はっきりするのは句読点を入れてますけれども、あと実は上の文章の、ユーザーからの検索などでとか、そこ実は抜いてるんですね。要はギリギリ意味が変わらないようにしながら文章を変えるという、これがリライトなんですね。なんで内容を理解しながらも、一回読んでスッと頭に入ってくる、文章に変えるという、まあ、ちょっとテクニックがいろいろ必要なんですけども、それまでは、多少、担当者が、各章の担当者が、前も直してたようですけども、今回は全ページ、全文章、私が、このリライトをやったんですけども、これによって、誤植があっても、まあ、そのタイミングで私が気がついたところで、誤植も直しながら、リライトするという作業をここに加えたわけです。リライトを加えることによって、どういうことな、効果があったかということですが、まあ、一石数鳥でした。まず、ストレートには、先ほど触れました、ハインリッヒの法則を底辺を小さくすると。つまり、小さなトラブル、表記揺れとか、まあ、別に誤植に限らず、読みにくい問題とか、いうこともひっくるめて、底辺を小さくしましたと。まあ、結果、氷山の一角と言ってる、上の重大事故である誤植は減りました。まあ、それだけじゃなくて、リライトすると今度は、構成する人、次のステップの構成する人ですね。まあ、構成というのは日本語のチェックの
人です。語色が少ないところからスタートしますし、スッと読んで、パッと意味が取れますから、語色があったら見つけやすいんです。まあ、結果それで、これからも語色が減りますと。で、校閲、まあ、これは内容のチェックの意味ですけども、校閲する人にとっても、読みやすいから間違いやすいし、発見しやすいですし、また章の、例えば、内容が、全体の内容で、こっちの章とこっちの章が、内容がちょっと重複しているとか、まあ、そういうのを、要するに見通しが良くなるんで、内容の不整合を発見しやすくなります。で、さらには、学習する人も読みやすいんで、内容の集中に理解に。今度は語色に引っかからないので内容の集中できるって、まあ学習者にとっても逆、この矢印が逆になるんですけども、語色があると結構気になって内容に集中できなくなるんですよね。ということで、まあリライトという方法の改善によって、一石数鳥の効果が得られた。はい。では、先ほどの演習問題、戻ります。これ ISO9000 やめて ISO14000 環境でも、要するに無駄紙を減らすっていう、まあ問題としても取り上げられますが、これをどうするか。まあちょっと前の人がちゃんと設定を戻してもらうように依頼する。今回のケースっていうのは、先ほどのプロセスを2段階踏んでるちょっとイレギュラーな、応用に当たるものなんですけども、前の人が、コピーをしましたという後に次の人がやろうとしたときに、問題が起こったわけですけども、その、前の人がちゃんと設定をしてもらうように依頼するっていうのは、そういう意味で言うと、ここに入ってくる、マテリアルに当たる、ということなので、まあ、改善が困難。ということで、では、先に私が、事例を挙げましたので、それ以外の対策を、チャットに書いてみてます。はい、皆さんこれ考えるときに先ほどの5M のどれに当たるかっていうのを、意識しながら、はい、たくさん書き込んでいただきあります。自分が考えたことをこの 5M を当てめるときに、それが本当に対策としては方法が一番ターゲットなんですよね。実際にやった対策は、コピー前にリセットボタンを押すという手順にしたんですね。先ほどのメソッド。手順への対策ですね。結果として、コピーミスは激減、ほぼゼロ。この答え見て、なんだと思われましたかね。なんだっていう反応は実はすごい高い評価のことなんですが、要するに、転ぶの巣の卵で、結果、簡単で誰でもできて継続できる証拠なんですよ。なんだ、たったそんだけかっていう、いわば、そのアイデアを出した人に対する、最も素晴らしい評価なんです。はい。じゃあ一旦ちょっとまとめますけれども、品質管理やイノベーションっていうちょっとタイトルですが、品質管理というと、まず、トヨタの改善っていう言葉を、聞くことが多いと思うんですけども、要するになぜなぜを考え抜くことでイノベーションになってくる。先ほどのように継続性がない対策だと、もうじわじわ上がるだけで、またちょっと戻ったりとか、効果が下がっちゃったりすることありますけど、先ほどのようなリセットボタンを先に押すという方法をもう発明した段階でみんながそれをやることでもう一瞬にして高いパフォーマンスを得られると同時にそれをずっと維持できると。まあこれは要するにイノベーションです。イノベーションっていうと商品開発の時にイノベーションのジレンマとかいう話で出てきますけれども、まあ今回のテキストにもそれ話出てるんですが、まあ、実は品質管理っていうのも、外部にはなかなか見えないですけども、そういうイノベーションとして品質管理ができれば、それは品質管理とは言ってますけど、まあ、品質クオリティだけではなくて、QCD に効くんですね。Q、クオリティだけじゃなくて、コスト。まあ、コストっていうのももう最近は人の作業で言えば人をかける時間っていうのがコストですから、で、デリバリー、まあ、納期も、これは作業時間にほぼイコールです。QCD に効くということは、今のようなコピーを頼んだ人に、例えばコピーを頼んで、やった人に対して、早く安く、いいものが、クオリティが高いものができる。顧客満足になりますし、手間がかかって、時間かかって、残業やしてなあかん。いうのがなくなっていく従業員満足の向上にもつながる。こういう改善型の品質管理というのは、実は結果的にコストが上がることが多いんですね。
けど、イノベーションのタイプというのは、Q が上がるだけじゃなくて、コスト、デリバリー、QCD、すべてにプラスになるという。ということが、均一管理の一、要点であり、そのためにはどこがポイントかっていうと、先ほどの5円段階完全法で言えば、メソッド。手順を、改善、イノベーションできるのかどうか、というところが焦点だと。お土産としてチェックリストを、まあ、せめてそのチェックのところの、効率を上げるために、チェックリストっていうものをちょっとみんな、tips をお伝えします。不具合を防ぐためにチェック項目を追加しますと。まあ、それよくある話なんですけども。チェック項目が増えすぎて、チェックリストにあるのにチェック漏れが発生するという、チェック項目を増やしたがゆえに、今度チェック項目が増えすぎて、チェックリスト、チェックするの手一杯で、チェックリストにない項目、ところで不具合が発生して、で、またチェック項目増えるという。まあ、こういう悪循環あるあるという経験した方もいらっしゃるかなと。まあ、今もそうやっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど。なんで、チェックリストに関してそれを防ぐための tips なんですけれども、4つ、お伝えします。まずそもそもチェックリストを回る前に自分でチェックしたかを、一通り自分でチェックリスト見ずにチェックしておいて、チェックリストは、これはやるの忘れてたっていうのを思い起こすためのチェックリストだ。これで見直すと多分相当項目数は減らしつつ、チェックリストにない問題まで予防できるかな。人工知能時代に業界人が生き延びる。まあもちろんそれぞれの分野のある程度の、知見が必要ですけども、それを複数またいで知見を持っていかないと、いけませんよっていう、ちょっと、余談です。